日本賞は教育番組、教養番組作品を世界各地の放送機関から募集し、その作品の内容や教育性を重視して審査する国際番組コンテストである。主催者は日本放送協会。NHK 教育フェアについても合わせて紹介する。 1964年4月に日本で開催された第2回世界ラジオテレビ学校放送会議において NHK 会長の安倍晋之助が教育放送の向上と国際間の理解、協力を目的として教育番組の国際コンクールの創設を提案、満場一致で支持された。同年のアジア放送連合と欧州放送連合の総会においても賛同を得られ、 1965年、日本省教育番組国際コンクールが正式に新設された。第1回のコンクールは、世界46カ国70の放送機関からラジオ95番組、テレビ90番組が応募した。第1回受賞式は1965年10月21日に、第2回アジア放送連合総会開会式との合同式典として、 QNHK ホールで行われ、テレビ部門はフィンランド放送協会の自然のカレンダー、昔々、ラジオ部門は西ドイツ放送協会の初頭英語、ライダー夫人と議員さんが受賞した。第9回のコンクールまでは毎年行われ、東京の他大阪、名古屋、広島、仙台、札幌においても開催された。その後、 1975年の第10回から各年開催となったが、1991年の第18回より毎年開催に戻り、現在は毎年10月から11月に東京で開かれる。コンクールの成果を広く世界に紹介し、教育放送の向上、発展に役立てる目的で、日本賞巡回ライブラリーが1974年に設立され、 放送文化基金から助成金が交付されている。コンテストは大きく3つの部門に分かれており、各部門の優秀作品を決定。さらにその中から最優秀作品、日本賞グランプリが決定される。勝敗は、奈良、薬師寺の水煙をイメージして制作された。過去には、ラジオ部門があったが、百八十九年の第十七回をもって廃止された。 2007年からは経済産業省による総合エンターテインメントイベントジャパン国際コンテンツフェスティバルの一環として開催されることになっている。2000年の放送開始の75周年記念事業の一環として日本省の開催期間中を利用した公開参加型イベント NHK 教育フェアが東京都渋谷区の NHK 放送センター NHK スタジオパーク みんなの広場触れ合いホールを会場に開いている。フェアでは一般視聴者に教育番組の未来像を肌で体験してもらうコーナーや教育番組をこれからの子供たちにどのように見せていくかについてのパネル展示やステージイベントで展開していく。またこの期間中は NHK 教育テレビジョンを中心に教育番組のあり方を問うたり新しい形の教育番組のスタイルを 試験的に披露する番組などの特別番組編成を主にゴールデン、プライムタイム枠を中心にしながら実施する。このイベントは2010年の放送85周年をきっかけにグレードアップし NHK 文化祭として継続開催されている。ありがとうございます。